グランディ軍はアメリカ合衆国イリノイ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5万63人であり、2000年の3万7535人から33.4%増加した。軍庁所在地はモリス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。イリノイ州の人口重心が軍内名存村の北東にある。 グランディ軍はシカゴ大都市圏に属している。イリノイ州の指定化石である奇抜なタリーモンスターはメイゾンクリークで初めて見つかった。モリス市にはグランディ軍スピードウェイがある。グランディ軍は1841年2月17日にラサール軍から分離して設立された。軍名はテネシー州選出のアメリカ合衆国下院議員とアメリカ合衆国司法長官を務めた。 フェリックス・グランディにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は430.45平方マイルであり、このうち陸地418.04平方マイル、水域は12.40平方マイルで、水域率は2.88%である。グランディ軍ズ近年、軍庁所在地である。 森須市の平均気温は1月の下市13度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1985年1月に記録された下市24度であり、過去最高気温は1988年6月に記録された下市103度である。月間降水量は2月の1.59インチから6月の4.16インチまで変化している。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グランディ軍は下記17の軍区に分割されている。ありがとうございます。